皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、ちょっとお知らせなんですけれども、ちょっと動画をね、お休みさせていただいてて、コミュニティにも書いたんですけどね、全身が謎のしびれにね見舞われて、昨年の年末の29か30ぐらいから、もう全身、手、足、腕、太もも、顔、頬とか、喉とか、舌とか、あとお尻と胸が痺れてですね、喉のですね、痺れがちょっとひどくて、ご飯もね、喉が通んないような、もう喋るのも困難だね、感じで、1月のね、2日にですね、脳神経外科行ったんですよね。なんか血管が詰まってんじゃないかと思って、MRI とレントゲンでね、検査してもらって、で、その時は異常なしだったんですよね。それでちょっと、原因がわからないので、神経内科に行ってくださいと言われまして、1月の4日ですね、神経内科へ行って、電気でね、神経のね、通ってるかどうか検査してもらって、それでも異常なしで、血液検査をね、してもらって、で、まだね、結果が出てないんですけど、そういう状況で、お休みさせていただいてました。ほんと手足だけぐらいなんですけど、そこまで回復しました。ちょっとね、もう喉が詰まって、その時のね、様子をね、ちょっと衝撃的なので、嫌な人は、飛ばしてください。それでは、こちらです。はい、こんな状況でですね、喋ることもままならないし、もう水を飲むのも一苦労で、で、もうご飯なんてもう全然食べれなくて、で、なんで治ったかというと、医学的根拠はないので絶対に真似しないでいただきたいんですけど、ビール飲んだんですよね。そしたら治りました。ビールをね、3号缶を3、4本2時間か3時間ぐらいで、今のこの通りぐらいに喋れるようになって、食事もできるようになりました。お酒のおかげで命拾いしましたね。飲んでなかったらもうのたれ死んでたかもしれません、本当に。なんでそれが分かったかというと、1月3日も飲んでたんですよ。夜ね。その時にすごい調子が良かったんですよね。痺れもあんまりなくて。そのことを思い出して、1月4日に今みたいな喉がおかしくなっちゃって、でも、3回飲んでた時は調子良かったんで、ちょっと飲んでみたんですよね、試しに。1缶飲んで、具合悪くなるなと思ったらやめようと思ってたんですけど、どんどん調子が良くなって、酒は百薬の長って本当なんだなと思って。でもね、もう全く医学的根拠も何もないので、絶対に真似はしないでください。私の、得意性質なのかもしれません。はい。ということで、今はですね、ちょっと回復してきたので、動画を再開しようと思います。でね、血液検査が出たらね、その結果もね、ご報告したいと思います。原因が分かればね、一番いいんですけど、それでは、お知らせでした。長々とご視聴ありがとうございました。バイバイ。それじゃあ、またねー。